こんなマニアックな話さ、このチャンネル以外で知ってるとこないよね。文学 YouTuber のチャンネル。こんにちは、ムーです。本日もね、花水木文学記念館からお送りしております。さあ、今年も10月に入りまして、いよいよ今年のノーベル文学賞受賞者発表の日が近づいてまいりました。今年の発表の日は10月の7日木曜日ということで、この動画はおそらくその発表日の前日か前々日、10月6日とか5日ぐらいのタイミングでの配信になるかな。発表日のギリギリ直前のタイミングでの配信になってしまって非常に申し訳ないんですけれども、このチャンネルでね、毎年行っているように受賞者発表よりも前のタイミングでノーベル文学賞の選考団体であるスウェーデンアカデミーが前年の選考と比べてどういう変化があったのか、今年ねちょっと変化があったんですよ。そういった部分のお話をまずはしていければなと思います。このね、ホワイトボードスウェーデンアカデミー2021ということで、まず取り上げるべきポイントとして、この選考団体であるスウェーデンアカデミーっていうのは18名のメンバーで構成される機関なんですけれども、その18名のメンバーには1番から18番までのチェアナンバーなんてね、英訳ページには書いてありますけど、座席番号が割り当てられていて、この座席番号の5番だったヨラン・マルムクビストさん、この方が2019年の10月18日に亡くなられてしまった。ところでこの席の番号空いてたんですね。そしてその約半年後の2020年5月9日、座席番号14番だったクリスティーナ・ルグンさん、女性の方なんですけども、この方が亡くなってしまった。ということで、2020年の選考が終わった段階で座席が2つ空いてる状態だったんですね。なので去年2020年の選考はスウェーデンアカデミーは18名じゃなくて16名のメンバーで選考を進めていったのかな。で、今年2021年の選考は昨年の受賞者発表の10月の1ヶ月前の9月からもうすでに始まってるわけですけども、その時点でも引き続き16名で、去年は10月8日でしたっけ、受賞者発表あったのが。その5日後の10月13日に新規メンバー2名、18名体制復活ということで、まず席番号5番のヨーラン・マルムクビストさんの後を継いでイングリッド・カールバーグさん、作家ジャーナリスト、1961年11月30日生まれということで、現在59歳かな。あ、でごめんなさい、この名前のカタカナ読みなんですけど、去年まではスウェーデン出身のネイティブの友人がいるんですけど、彼に細かくねカタカナ読み聞いたおかげで、より正確なネイティブの発音に近いカタカナ読みっていうのがね分かったんですけど、新しく追加されたこの2名のメンバーに関してはそこを確認する時間がなかったので、ちょっと当てずっぽうでカタカナ当ててますので、これ間違ってたらごめんなさい。またきちんと確認するタイミング設けて、分かり次第今後の動画ではここ修正されて配信させていただきます。スウェーデンアカデミーのメンバーの方ってあんまり日本のメディアにも登場することないんですけど、たまにね登場する時の表記が間違ってたりして、例えばソラドニウスさんのことサラダニウスってこうローマ字読みっぽくカタカナ当ててしまってたりとか、実際ネイティブの人に確認したらそれソラドニウスって、例えば、現在席番号10番のピエテル・エングルンドさん、この方日本のメディア表記されるときはカタカナでペーター・エングルンドとか、このピエテルの部分をペーターとかペーテルとかそんな風に記載するメディアが多いんですけど、スウェーデン語の E って E とか E じゃなくて E って発音することがあるんですよ。登場する位置によって読み方が変わったりするんですけど、この場合はペーテルとかピーターとかじゃなくてピエテルって発音になるんですね。無理やりカタカナで表記するのはそっちの方が近いっていう話ですよ。その正確なネイティブの発音、そこまではちょっとわからないですけども、できるだけ正確な音に近い方のカタカナ表記を採用したいところだったんですけど、ちょっと今年時間なかったんで新メンバー2名のカタカナ表記は当てずっぽうなんで申し訳ないですけど、でもう1名が席番号14番クリスティーナ・ルグンさんの後を継いで入ったメンバーとして、ちょっと当てずっぽうの読みになりますけど、スティーブ・セム・サンドバーグさんでいいかな。1958年8月16日生まれ、現在63歳、作家評論家翻訳家で、毎年ノーベル文学賞ってこの人が受賞するんじゃないかっていろんな作家の名前が候補に上がるじゃないですか。実際どうなのかわからないですけど、そんな中でもよく名前が取り沙汰されるヨン・フォステさん、ノルウェーの劇作家でしたっけ、あの方のスウェーデン語の翻訳やられてるんですよ。ってことはですよ、今回はわからないですけど、もし今後ヨン・フォステさんが例えば最終選考5名とかに残ったりしたら、このスティーブさんね、最後の投票とかでヨン・フォステさんに入れる可能性かなり高いですよね。こういうの分かってくるから面白いんですよ、選考員の詳細を追っていくっていうのはね。必ずしも自分がね翻訳した作家だからその作家に1票入れるとは限らないとは思うんですけど、でも可能性はかなり高いよね。だってその作品好きだからぜひ翻訳したいと思ってその仕事をしてるはずじゃないですか。それこそ先ほど名前出しましたけど、2019年に惜しくも亡くなってしまった席番号5番だったヨーラン・マルムクビストさんはスウェーデンアカデミーのメンバーの中でもかなり中国の文学に詳しい方で、翻訳なんかも結構やられてる方だったので、2012年のバクゲンさんが受賞した時ってかなり彼の力が働いたんじゃないかみたいなことも噂されたりとか、あくまで予想でしかないんですけど、なんとなく傾向の参考にはなるかなっていうところでね、ただそういったところが想像を膨らませるとちょっと楽しいじゃないですか。というわけでこの2名が新しく欠番となっていた2つの席にメンバーとして選出された時点ではまだ仕
仕事には着手しないんですよ。その翌年、今年2021年の4月15日からこの新規メンバー2名が着任されたと。そこからまあ仕事スタート。ただ4月っていうと、このノーベル文学賞の選考過程でいうと、もうかなり進んだ状態なんですよ。今までこのチャンネルの動画で何回も説明してきたんで、今回のこの動画ではかなり端折ってお話ししていきますけども、選考団体スウェーデンアカデミーのノーベル文学賞の選考における1年間の動きをザザッとまとめてます。その受賞者決定する前年の9月からもう動きが始まってるわけですけども、まず世界中の専門家、様々な機関に推薦の依頼状を送付して、約600通から700通と言われてるらしいですけど、でその返事の締め切りが毎年1月末、1月31日。この段階で依頼状じゃないね、推薦状だね、失礼しました。世界各国から推薦が集まってきて、その提出の締め切りが1月30日。ここでまあ大体300から400通ぐらい。で、この中から重複しているものとか、ちょっと明らかにこれはおかしいでしょみたいなのをどんどん削っていって、大体100名から150名ぐらいの、まあ、ロングリストとも呼ばれてますけど、リストができて、まあ、これをまあ一次リストと呼びましょうと。で、この一次リストをスウェーデンアカデミーが毎週木曜日に行っている木曜例会、まあ、このアカデミーのメンバー18名が全員揃っているとされているんですけど、ここでこの一次リストを見て、まあ、さらに省いたりとか、あるいは付け加えたりでもするらしいんだよ。それ OK なのかよみたいな。っていうのはこのスウェーデンアカデミーのメンバー18名も推薦権を持ってる。だからこのメンバーが、いやこの作家加えた方がいいんじゃないですかみたいなのがあったら、この段階で加えられる。で、約80名ぐらいのリストが出来上がった段階で選考作業を開始。ここで様々な資料を読み込んで、もう徹底的に調査をしていくらしいんですね。スウェーデンアカデミーのオフィスの敷地内に併設されたノーベル図書館、私ね以前出した動画で世界最強の文学図書館みたいなね紹介をさせていただきましたけど、まあ、そういった図書館とか、あるいは彼らに馴染みのない言語、まあ、このスウェーデンアカデミーってスウェーデン語とか英語を主に話す方が多いかと思うんですけども、あとドイツ語とか、まあ、受賞者発表の会見見てるとフランス語も堪能な方が多そうですよね。例えばまあそれこそ日本語の作品とか、この18名のメンバーだけでは手の届かなそうな馴染みのない言語で書かれた作品なんかに関しては、まあ、部分的に専門家に翻訳を依頼したりとか、そんな形でも徹底的にあらゆる資料を読み込んでいって精査をかけていくと。でこの一次リストをさらに絞り込んでいって、4月の段階で約15名から20名ほどのリストに絞り込んでいくと。でこれを二次リストとしましょうと。でようやくここまで来たんですけども、この新メンバー2名が仕事に着任した4月15日の段階って、選考過程で言うとここですよね。二次リストが出来上がってで、それを精査している段階、まあ、そこからこの2名が加わっているような感じかな。ただね、この新メンバー2名は当然ながら委員会のメンバーではないので、ノーベル文学賞の選考って仕事に関しては最後の1名を決定する、まあ、おそらく発表日当日に行われると思われる最終投票以外に関しては、毎週木曜に行っている木曜例会で委員会が精査したリストに、まあ、ちょっと意見加えるとか、それぐらいじゃないかな。まあ、このチャンネルのノーベル文学賞関連の動画ではね、今まで何度もお話ししてきたことなので、ちょっと当たり前のように話してしまって、ちょっと初めて見る方は申し訳ないんですけども、まあ、委員会って何かって言いますと、このノーベル文学賞の選考を行っているスウェーデンアカデミーっていう団体は、ノーベル文学賞の選考だけを行っている団体ではない。もともとはノーベル文学賞ができる前からあった国営の機関で、国王がバックについてるんですね。で、主に辞書の編纂とか、その国の言語のスタンダードに関わるような仕事を行っている。ちなみに日本にもありますよ。学士院とか言うんですけど、いろんな国のアカデミーってあるんですよ。でもスウェーデンにあるのがスウェーデンアカデミー。だからこの様々行っている仕事の中の一つがノーベル文学賞の選考なんですね。だからメンバー18名いるんですけど、この18名全員が年がら年中ノーベル文学賞の選考の仕事に当たってるわけではなくて、まずね、この選考の仕事を行うにあたって、この18名のメンバーの中から約5名ぐらいを投票で選出して、ノーベルコミッティっていう小チームをね、形成するんです。主にノーベル文学賞の選考の仕事を行うのは、このノーベルコミッティの約5名のメンバー。で、残りの約13名のメンバーは、基本的にはノーベル文学賞の選考の仕事にはタッチせず。ただし、先ほどもお話ししたように、このスウェーデンアカデミーって団体は毎週木曜日に木曜例会っていう定例会議をレストランでディナー取りながらやってるらしいんですけど、そこはメンバー全員揃うから。だからこの委員会のメンバー約5名が、まあ、こういった絞り込み作業というのかな。まあ、世界中から届いたこういったね、推薦状を精査かけながら絞り込んでいって、である程度までこう絞り込まれた段階で、この委員会のメンバー約5名が、まあ、残り13名も参加している、その木曜例会、定例会議のところにそのリストを持ってって、まあ、そこで18名でこう話し合うみたいな。っていうのをこう各段階を経ながら繰り返していくわけですよ。基本的には委員会の約5名のメンバーが、まあ、この絞り込み作業というのかな、これを中心にそのリストを木曜例会のところにかけて、さらにリストの精査に磨きをかけてみたいな形で行っていくのが、このスウェーデンアカデミーの選考の仕方なんですよ。そうだからノーベル文学賞の選考って、まあ、この18名ねスウェーデンアカデミーメンバーいるから、この18名いるメンバー各一人一人が同じだけ発言権というかね力持ってるのかというと、まあ、この委員会の約5名のメンバーが残りの約13名以外のメンバーよりかも発言権というか、こう選考に関しては結構大きな力持ってそうな感じするでしょ。
しょ。さらにですよ、委員会のメンバー約5名の中でも議長、チェアマンみたいな人がいるんですよ。間違いなくこの委員会のチェアマンが18名の中で一番力持ってると思わないですか。実際に昨年2020年、それから一昨年の、まあ、2018年と2019年分2年分まとめて行いましたけど、その選考においてはノーベルコミッティ、この委員会のチェアマン議長を務めたアンデルシュ・ウルソンさん、この方の発言権めちゃめちゃ大きかったんじゃないかなっていう感じはね、受賞発表の会見見せてもそんな感じしました。ずっとねこのアンデルシュ・ウルソンさんが喋ってたんで。というわけで今年の委員会のメンバーこんなマニアックな話さこのチャンネル以外で知ってるとこないよね。まあ、去年もこのチャンネル8月に出した動画で2020年ノーベルコミッティのメンバー紹介したんですけど、今年もねメンバー紹介していきます。まあ、まず去年のおさらいからいきましょうか。去年は今言ったその議長である、まあ、座席番号4番のアンデルシュ・ウルソンさん、それからイエスペル・スベンブロさん席番号8番、それから席番号12番のペル・ベストベルさん、この3名はなんとね一昨年2019年も委員会のメンバーやってるんですよ。っていうのは委員会のメンバー3年で交代って言われてるんですよ。だから2019、2020、この3人はやってる。でも先ほどねちょっと亡くなってしまったメンバーとしてクリスティーナ・ルグンさんって紹介させていただきましたけど、この方も2019年2020年やって、まあ、2020年の5月9日に亡くなってしまったので、まあ選考の途中で亡くなってしまったんですけど、このタイミングまでは4名のメンバーがその前の年と同じっていう形だった。去年2020年はそこにプラス1名でコープティットメンバーってね表記されてましたけど、まあ、助っ人メンバー的な形で席番号11番のマッツマルムさん、この方は現事務局長。事務局長って何かっていうと、まあ、ちょっと今委員会の話してその話とごっちゃになりそうで紛らしいんですけども、このスウェーデンアカデミー18名のメンバーの中で1人ねリーダー的な存在を投票で決めるんですよ。その方は事務局長、パーマネントセクリタリーみたいな表記されてたかな英語で、マッツマルムさん。というわけで去年2020年の委員会のメンバーはもともと5名いたんだけども、まあ、途中から4名になってしまったっていう形ですね。じゃあ今年2021年の委員会のメンバーはなんと去年委員会のメンバーだった4名同じです。で席番号4番のこのアンデルシュ・ウルソンさんがやはり引き続きチェアマン議長を務めて、今年もこの方の発言権が多分一番強いんじゃないかなって形ですね。というわけでノーベル文学賞の選考ってどの作家が受賞するのかって毎年すごく読みづらいというかね予想しづらいところはあるんだけれども、ただやっぱり何らかのね傾向はあるんですよ。でその傾向の一端を担ってるのが選考員の中で特に発言権の大きい人の趣向、だから現事務局長のマツマルムさんか、その前に事務局長を務めていた、まあ、現在コミッティの議長を務めているアンデルシュ・ウルソンさんの前に事務局長を務めていた、まあ、ちょっと残念ながら亡くなってしまったんですけどソラドニウスさん、女性の、ね、事務局長、まあ、あの時代はおそらくあのソラドニウスさんが大きな発言権を持ってたんじゃないかなという印象があるんですけども、まあ、受賞者の名前としてはボブ・ディランとかカズオ・イシグロさんとか、ちょっとポップ路線っぽい感じがするでしょ。でソラドニウスさん以降 の, このアンデルシュ・ウルソンさんの時代はだからペーター・ハンドケとかオルガ・トカルチュクとか、まあ、ちょっと渋い路線になったような。で今年も引き続きアンデルシュ・ウルソンさんがこの委員会の議長を務めてるってことは、まあ、おそらく、まあ、ボブ・ディランさんとかカズオ・イシグロさんみたいな、ね、ポップ路線ってよりかは昨年のルイーズ・グリックさんみたいな渋めというか硬派な路線が引き続き継承されるんじゃないかなと、まあ、そんな予測がね立てられそうな感じもしますけど、まあ、実際は分かんないですけどね。でここにプラスですよ、2名委員会のメンバーは今年は新しく加わってるんですよ。でがなんと2名どちらとも2019年から新たにスウェーデンアカデミーのメンバーに加わった人なんですよ。だからスウェーデンアカデミーのメンバーに選出されて、まあ、わずか2年ぐらいで早速委員会のメンバーとして選考の仕事に当たってると。まず1人が席番号9番のエレン・マッツォンさん、作家文芸批評家、1962年9月22日生まれの59歳、若いですね。若いっていうかさ、そうスウェーデンアカデミーのメンバー平均年齢めちゃめちゃ高いんですよ。現在の18名いるメンバーの年齢の平均取ってみたんですけど 69.4 歳、もう約70歳ですね。一番高齢の方で席番号3番のスティーリアリエンさん、現在92歳、それから席番号16番のシェル・エスプマルクさん、この方91歳。一番若いのはだってこれから紹介しますけど、もう一人の新たに加わった委員会のメンバーでアンネス・バルドさん、作家52歳、52歳が一番若いんですよ。1969年2月16日生まれ、50代で若くなっちゃうっていうね。というわけでこの2名が加わって今年は6名体制でノーベルコミッティ委員会が形成されてるわけですね。でここが去年までの選考と違うところなんですよ。というわけでここからスウェーデンアカデミー2021年選考プロセスの変化、ここの話していきたいんですけども、まあ、スウェーデンアカデミーのホームページに行くと Changes in the Nobel Committee's Procedures、ノーベル委員会の手続きの変更という文章が載ったページがありまして、まあ、噛み砕いて言うとここ3年間、2018、19、20と3年間にわたって行っていた選考方法に今年ちょっと変化
でどういう変化を加えたのかっていうのを詳しくここで記述してるわけですけども、ノーベル文学賞っていうのはね1901年から現在まで100年以上続いてるわけですけども、まあ、基本的にはもう100年以上の間ずっと同じ選考方法、まあ、ここに記述したようなこういう選考過程、まあ、これは変わらないわけですけども、今から約3年前、まあ、2017年のノーベル文学賞受賞者発表が終わって、で和夫石黒さんに決定しました。それが2017年の10月ですよね。それから約 1,2 ヶ月後ぐらいだったっけ、まあ、このノーベル文学賞の選考担当しているスウェーデンアカデミーっていう団体にあるスキャンダル、まあ、この18名いる選考委員の中の一人のカタリーナ・フロステンソン、まあ、女性の、ね、方だったんですけど、この方の旦那が、まあ、自分の立場を利用して様々な女性にまあ性的暴行を加えたりとか、さらにノーベル文学賞の選考過程っていうのは50年間公開してはいけないんです。だ今年2021年の選考過程に関しては今からちょうど50年後となる2072年の年明けかなまでは絶対公開しちゃいけない、そういうもう決まりなんですよ。にもかかわらず選考の情報が彼を通じて漏洩してたんじゃないかっていう疑いが、っていうのは彼がまだその発表前の受賞者の名前とか最終選考に残ってる人の名前をいろんな人にこう吹聴してた。だからおそらくその妻である選考委員のカタリーナ・フロステンソン氏から情報が漏洩してたんじゃないか。でノーベル文学賞の選考っていうのは国王がバックについた何百年も続いてきているスウェーデンアカデミーっていう国営の機関が審査を行っていることからも分かるように、その審査団体であるスウェーデンアカデミーがこういったスキャンダルに関わっていた、国家の信用に関わる大きな問題であると。このスウェーデンアカデミーのメンバーであるカタリーナ・フロステンソン、その旦那であるアルノー氏、こういった人物が不正行為を行ったことによってこの伝統あるスウェーデンアカデミーって組織の信頼は失墜してしまった、国家単位の大問題に発展していったんですね。そんな団体がノーベル文学賞の選考という名誉ある仕事を続けることができるのかということで、翌年の2018年、ノーベル文学賞の選考の仕事は一旦ストップしなさいというわけで、2018年はノーベル文学賞の受賞者発表はなかったんです。もう国王直々の命令で一旦ストップしなさい、このまま行ったら今後も選考の仕事なんてできなくなってしまいますよ。で翌年2019年の選考までに方法を見直しなさいというわけで、このスウェーデンアカデミーは選考方法の見直しということで新たに取った措置として、先ほどお話したノベルコミッティ、スウェーデンアカデミーの18名のメンバーの中から選抜で選ばれた約5名のメンバーですね、ここに外部メンバーを付け加えるっていう方法を取ったんですね。スウェーデンアカデミーの18名のメンバーの中から選んでいたノーベルコミッティのメンバーをスウェーデンアカデミーのメンバー以外からも外部メンバーとして募って、つか2019年の選考の時は5名だったかな、スウェーデンアカデミーの中から5名、外部メンバー5名、55で10名のノーベルコミッティ委員会を形成して、でもちろん残りのスウェーデンアカデミーのメンバー約13名ともタッグを組んで選考を行っていくと、そういう方式を取ったんですね。それが2019年の時の選考で、今年は中止になった2018年分も含めて2年分の、つまり2名のね受賞者を同時に発表したわけですよ。でその翌2020年、まあ去年ですね、の選考も引き続き外部メンバーを委員会に加えるってことで、去年はね3名だったかな、一昨年いた5名のメンバーの中でも特に若手の3名、そう、この外部メンバーの特徴として、先ほどはスウェーデンアカデミーのメンバーって平均年齢高いってお話したじゃないですか、外部メンバーね若い人が多かったんですよ。いや非常に若かったね、20代と30代の女性が1名ずつ、ミケーラさんとレベッカさんかな、もう一人40代の男性の方、なんか出版業者かなんかの方だったと思うんだけど、その3名が引き続き2020年の選考でも委員会に加わって、外部メンバーも加えたノーベルコミュニティという形で選考を行っていった。だから2018年2019年2020年っていう3年分の選考において、この外部スタッフを追加するっていう措置を取ったわけですけども、でようやくここに話が来るわけですけど、今年の2021年の選考はそこにさらに変化が、なんと今回はこの外部メンバーを使わない、じゃあそのスキャンダルが起きる前の選考に戻ってしまったのかというと、そうじゃないということが細々とこのホームページに記載されてるんですけど、英語の文章載ってるんですけど直訳していきますね。 Changes in the Nobel Committee's Procedure、 ノーベル委員会の手続きの変更でいいかな、After 2 years with a temporarily expanded Nobel Committee、 一時的に拡大されたノーベル委員会での2年後、まあ、この一時的に拡大されたノーベルコミッティっていうのは、要するにその外部スタッフを加えて、今まではスウェーデンアカデミー内のメンバーだけで構成されてたノーベルコミッティがちょっと一時的に拡大したような形でしたよ。2 years っていうのは、まあ、2018年分の選考も行ったけども、実質2019年と2020年その作業に当たったわけだから、この2年間ってことですね。スウェディッシュアカデミーズ、スウェーデンアカデミーは is refining the work process of the Nobel Committee、 ノーベルコミッティの作業プロセスを改善しています。 is refining 現在進行形ですね。でどのように改善しているか、 by establishing 設立することによって、何をだ、何かを設立したぞ、 group of experts
専門家グループを設立することによって、外部スタッフじゃなくて専門家グループを新たに設立したってことですかね。 To ensure long term access、 長期的アクセスをできるよう、 Access to external expertise、 外部の専門知識へのアクセス、 In the widest possible language areas、 widest possible、 まあ可能な限り幅広い言語エリアにて。なるほどね。まあつなげると、可能な限り幅広い言語エリアにおいて外部の専門知識へ長期的アクセスができるようにするために、まあ、ある専門家グループを設立したことによって、でスウェーデンアカデミーはノベルコミッティの作業プロセスを改善しているところです。これってなんか既視感があるんですよね。っていうのは、まあ、先ほどちょっと選考過程お話ししましたけど、1月末締め切りの届いた推薦状から委員会のメンバーが作った一次リスト、これを木曜例会にかけて、まあ、約80名ぐらいのリストにまで絞り込むわけですけど、2月3月かけて選考作業開始。ここで行う作業がまさにこれなんですよ。つまり自分たちには処理できないものは外部の人の知識を借りたりとかしながら、まあ、分かりやすいところで言うと、さっきも言ったように馴染みない言語とか、まあ、その作家についてのより専門的な情報っていうのを、まあ、その外部の専門家に調査を依頼したりとかして、っていうのはもうすでにこの通常の選考過程の流れの中で行っている作業なので、なんか同じことやってるだけじゃねみたいな感じがするんですけど、どういうことなんだろうな。でその後ザノベルコミッティ、ノベル委員会っていう段落が来て、メンバーシップオブザノベルコミッティ will rotate according to a clear agenda、まあ、ここは説明ですね。ノベルコミッティのね、まあ、原則として4名から5名のアカデミー会員とアソシエイトメンバー、準メンバーみたいな感じかな、して、まあ、事務局長ですね、パーマネントセクレタリーで委員会が構成されるみたいな説明 で任期は3年間、まあ実際3年以上やってる人もいるけどね。あ、延長可能ですとも書いてるか。アフターピリオドアブセンスフロムザコミッティ、コミッティの欠席の期間の後はポシブルトゥアゲインビーインクルディット、再び参加することは可能になります。ノーブルイン年齢制限がないって話が来て、あともアカデミーの説明みたいな文章が来ますね。で今年のコミッティ誰が担当するかっていうので、まあ、アンデルシュ・ウルソンさんとかエレン・マッツォンさん、イエス・ペース・ベンブローさん、まあ先ほど紹介した6名ですね。現事務局長のマッツ・マルムさんは一番最後、6番目に名前が書いてあって、カッコアソシエイティ、まあだから準メンバーというか助っ人メンバーというか、まあそういう位置づけなんでしょうかね。でその下にエクスターナルエリアエクスパーツ、外部エリアの専門家っていうのが書いてあるんですよ。これは何なんだろうな。去年まではエクスターナルメンバーズ、外部メンバーっていう書き方だったんですよ。今年はエクスターナルエリアエクスパーツ、外部エリアの専門家。これ何なんでしょうね。なんかやたらその外部の専門家に協力してもらってますっていう表記が出てくるんですけど、今までの選考と具体的にどう違うのかっていうところがちょっといまいちこの文章だと読み取れないんですけど、まあでも去年までと違いますよってことですよね。少なくともまあ去年まで近々3年間とは選考方法変わりますよっていうことなんでしょうね。次、The Academy is extremely grateful、 アカデミーはとても感謝しています。 For、 誰だ、 The exceptional work、並外れた仕事とでも訳しておきましょうか。 Provided by、 誰によってもたらされたのか。 The external member、 そう external members、 ここ出てきますね。その外部メンバーに感謝しますと。 The Nobel Committee、 Nobel Committee に加わって仕事してくれたその外部メンバー。 In the restrictedtime、 限られた期間。 Available for work on the 2018-2020 credit、 2018年から2020年の賞にかけての限られた期間に、まあ、並外れた仕事を施してくれたノベルコミッティの外部メンバーの皆さんにスウェーデンアカデミーはとても感謝しています。この一文からこの3年間の選考に関わってくれた外部メンバーに感謝しますってことは、2021年はその外部メンバー関わってないってことを示唆しますよね。今までありがとうと、で今年はってところに来ると思うんですけど、 To further reinforce、 とさらに強化するために、何を強化するんだ、 Its global scope、そのグローバルなスコープ、範囲か。まあよく言われるようにノーベル文学賞の選考って、まあ、ヨーロッパ編集とかよく言われますからね。もっと広い視野で、だってノーベル文学賞の特色としては国家とか人種に縛られない文学賞ってことで始まってますからね。まあそれを実現するためによりグローバルな範囲、それを強化するために、 The Academy、 アカデミーは in future、 将来 call on、呼びかけるつもりだ。 External expertise、 あ、 External メンバーじゃなくて External expertise、 外部、まあこれ専門知識になっちゃうよね。外部専門家でいいのかな。 On the basis of area skills、 エリアスキルに基づいた外部の専門知識。ああ、なるほどね。まあその地域に根付いた専門知識ってことか。違うかな。スペシャリストナリッジ in specific language areas、
特定の言語エリアにおける専門知識ってことではない。だからまあ各言語地域における専門家にその専門知識を頼っていくみたいな形だよね。それをより強化していくってことか。まあ今ってね、インターネットも発達してよりワールドワイドな様々な専門家にアクセスしやすくなってる時代ではあると思うのでってことなのかな、よくわからないけど。でアカデミー has a long tradition。 アカデミーは長い伝統があります。どういう伝統か。 Of sourcing experts council、 専門のカウンセルをソーシング調達だ、直訳しすぎか。まあでもそうよね、これだから先ほど私がお話ししたことですよね。こういった先行作業開始とともに様々な専門家に意見を請うというか情報を集めてくるみたいなことを以前からやってるんで、まあそういう伝統がありますってことをここでお話ししてるわけですよね。インディファレントエリアです。まあ様々なというか異なるエリア。Each year、そして毎年、インバイツはブロードクロスセクションオブエキスパーツ。まあ幅広い専門家を招待して、around the world、世界中から。どうするためか。To submit nominations for the Nobel Prize、 ノーベル賞のための候補者、推薦者を提出するために。 Nobel Committees therefore、 ノーベル委員会はよって Establishing a group of CA10 area experts、 わかんないな、まあ、そういう専門家グループを形成してるわけだ。 CA10 がわかんないけど、そういうまあ特殊なそのエリアごとというか、まあ、独自の専門家のグループを形成してるわけだね。 Each appointed for a 3-year period、 それぞれは3年間任命され、 With the possibilityOf a one-time extension、 可能性、ワンタイム、あ、一回延長の可能性があると。 The experts may be Swedish or foreign、 その専門家たちはスウェーデン人でもまたは外国人でもよい、まあ、どこの国の人でもいいってことか。 In some cases、 場合によってはアカデミーメンバーズ、アカデミーのメンバー、ノーベル委員会のメンバーではないスウェーデンアカデミーのメンバーである場合もあるということは、だから委員会のメンバーではない残り約13名の中のスウェーデンアカデミーのメンバーである可能性もあるということか。どういうことなんだろうな、ここから読み取れない。結局スウェーデンアカデミーの18名の中の誰かである可能性もあるし、それ以外の可能性もあるのかな。この記述からだとよくわからないですね。 They can choose to be anonymous、 彼らは匿名になることを選ぶことができます。ああ、なるほどね。自分の名前明かさずにその専門家の役をやってもいいわけだ。ああ、なんか面白いね。エリアエクスパーツ will not participate in the Nobel Committee's deliberations。 エリア専門家、地域専門家、ああ、さっき言ったその CA10 エリアとかいうあれかは、ノーベルコミッティの審議には参加しないです。まあそうだよね、やっぱり外部っていうのはそういうことなんだよね。ノーベルコミッティの審議は、まあ、委員会のその選考の仕事とは違うわけだよね。その地域専門家のお仕事っていうのはね。 Their functions will be adjusted according to need、 彼らの機能は必要に応じて調整されます。ああ、なるほどね。基本的にはノーベルコミッティが選考の仕事は進めて、でこの地域専門家の人たちは必要に応じて調整されると。 One or two expertsWill initially be appointed for respectively。 1人または2人の専門家が最初に任命されます。respectively、それぞれ。あ、で、ここから地域かな、なんかこう列挙されてますけど。The African countries、 アフリカ諸国。The Hispanophone、regions、 スペイン語圏かな。 The Arabic and Persian language area、まあ、アラビア、あ、ペルジャンか。ペルシア語のエリアから The East Asian Language Area、 東アジアの言語エリアだよね。からスラビック・ラングイッチ・エリア、スラブ言語エリアだね。から The Indian Language Area、まあ、インドの言語エリア、こんな感じの地域なんだね。で最後の行、 The Area Expert Task、まあ、そういった地域専門家の仕事は、お、具体的に来るね。 Will be partlyTo submit an annotated review every year in January。 毎年1月にアノテイディ、注釈された、あ、注釈付きのレビューか、をサブミット、提出するパートリー、部分的に注釈付きのレビューを毎年1月に提出すること、そしてパートリー To address questions from the Nobel Committee、 ノーベルコミッティからの質問に答えることです。パートリー、ああ、なるほどね。毎年1月に今そういったレビューを提出することであったりとか、あるいはまあこういったそのノーベルコミッティの質問に答える、ね、そういう仕事もあったりと。で、まあ、どういった質問か、Regarding individual nominations and candidates、
個別の推薦や候補者に関してのアンドソーン、まあ、などみたいな感じか。だからこれがね今まであったんじゃないのって思うんだけどね、この地域専門家に頼るみたいなやつね。それがより強化されて、まあ、近々3年分の2018から2020にかけての外部メンバーをノベルコミッティに招き入れてみたいな形は一回やめて、地域専門家により協力を仰ぐみたいな形になっていきましたよみたいな話なのかなっていうことだと思うんですけど、こんな形で今年の選考は、まあ、こんな形で変化がありましたよってことを公式サイトで言ってるわけですね。まあ、これがどう影響するかです。ちょっとわからないですけど、ようやくね欠番になってた席も埋まって、スウェーデンアカデミー18名メンバー揃いましたから、まあ、今年はこの後10月7日に発表ありますけども、もう先月から来年2022年の選考が始まってますから、まあ、引き続きこの方法が取り入れられて進められていくわけですよね。選考がね早くも来年にかけてもこういった情報がね参考になると思うので、まあ、今年の受賞者発表の前のタイミングで、まあ、こういったお話ができればと思ってさせていただきました。